そうですね。やっぱり、勝ったことによって、今日の練習であったりっていう雰囲気はものすごくいいなっていうのは感じましたね。平さんになって、より、守備の書き方であったりとか、モチベーターであったりっていうところはまた違っ、前監督と違ったやり方であったんですけど、やっぱりそこは、そうですね。平さんの1試合目ってことであって、みんな絶対勝って終わろうっていうことは思ったんじゃないかなっていうのはあったので、神戸戦に関してはすごい、入りからいい展開をできたのかなっていうのはありますね。平さんを監督になって言ったことは、調子のいいやつを使うって言ってたんで、その試合の週にしっかり調子のいい選手を見て、調子のいい選手から使っていくっていうのは言ってたことであるので、やっぱりそうなってくると、日頃の練習からどれだけアピールできるかとか、コンディション維持をできるかっていうのがポイントになってくると思うし、でもそれは別に、ピーターの時から別に、なんていうんですかね、ピーターが監督やった時だからこそ抜いてたっていうのはないんで、それは変わらずにやっていけば、ちゃんと見てくれるんだなっていうのは思ったので、別に自分としては、やることは変わらないのかなって、練習、試合に出るために、と、コンディションを上げるために、やっぱり自分自身で上げていかないといけないのかなっていうのは感じます。もちろん、ユースの時と、今とってなったら、戦術であったり、途中いきなり変わってでの1試合目であったんで、戦術動向っていうのは、あんまり、そうですね、理解してるというか、そこまで多分みんなも分かってないし、僕も、そんなみんなと一緒ぐらいではあるんですけど、やっぱり気持ちの部分であったりとか、そういったところはやっぱ、平さんらしいなっていう、球際で負けないとか、鶴まで走るとは言ってないですけど、その走力の部分でも、しっかり走り抜くっていうことを言ってきたところは、やっぱりユースの時と変わらないなっていうのは感じてたので、試合に出て何をするかっていうのは、そうですね、他の選手よりは、なんとなくですけど、分かっていましたね。いやそれも変わらず準備するだけだと思うので、ただ、時間は、他のチームとは違って少し空くので、その平さんのやりたいことをしっかり理解した上で自分の持ち味であったりとか出せるようにしないといけないですし、昨日まで2連休だったんで、しっかりコンディションを戻して、また、そうですね、コンディションどんどん上げていって、アピールして、どんどん試合に絡めるようになっていければいいと思ってるので、正直まだ、どのポジションで出るかわかんなくて、平さんにはどっちでも、そのサイドバックであったり、中盤であったり、どっちでもいけるようにしてくれっては言われてるんで、多分、そうですね、どっちもいける準備をしてるんですけど、どっちにしろ多分、簡単に言ったらミスをしないとか、ボールに関わり続けるっていうことは、どこのポジションでも変わらないのかなっていうのはあると思うので、ただ自分としてボランチを意識しながら、サイドバックになったらなったらやっていかないといけないっていうのは考えてます。他の選手が、そうですね、どう思ってたのかわかんないですけど、僕は久しぶりのベンチでもあったし、平さんに調子のやつを使うって言われて、入れてもらったわけで、高校からお世話になったわけであってっていう、特別な感情っていうのはあったし、試合に出る出ないにしろ、雰囲気は壊さないようにしようっていうのは、雰囲気は壊さないというか、一体感を持ってやろうって言ったんで、試合前に。そういったところを、出てなくてもできることはあるなって思っちゃうんで、
そうですね。そういうところを意識して。出る準備はするのは当たり前ですけど、出てないときに、どうチームをサポートできるかっていうのは、まあ、久しぶりでしたけど、まあ考えながら、やってました。まあ、多分、僕だけじゃなく、ケンタであったり、ユーゴであったり、まあ、ユルスの人は、そういう思いは強いんじゃないのかなっていうのは感じます。まあもちろん、平さんがいなかったらトップに上がれなかったって人も何人かもいると思うので、まあ僕も含めてやっぱり、お世話になった人になんか恩を返さないといけないっていう時は今なのかなっていうのは感じてるんで、そうですね、残り8試合ですけど、何かしらより多くの、ね、勝ち点を積んで、恩を返したらいいのかなっていうのはありますね。